最近では外国人が留学ビザを取って日本で医療申請を受けるっていうのが社会問題になってる。やっぱり自分の国で医療を受けるっていうのがそれはどこの国の基本、うん、だってみんな1300円しか医療を国民払ってないでしょ。私たち何万円払ってる。だからつまり私たちの社会人の日本人の大人が払ってるので、その安く医療を受けるっていうのはおかしいんじゃないのっていうのが本当に抑えがかかってる。あとそれ今留学生にすごく顕著に増えてるんだけど、だからどういうことかもわからないし、通ったとしてもやっぱり周りから白い目で見られることは避けられないよ。でもやっぱり病気だったら国に帰るのは基本です。誰でもそう、どこの国でも。日本人が海外に行って病気になって、確かにアメリカだったりフランスだったりとか日本と同じぐらいの陽性の国だから、じゃあそっちで治療を受けろって言ってもやっぱり日本人がゼロから帰るのは絶対言われますから。でも何を提出してるの？だから診断書。診断書どういう診断書？病院に行ってから、だから日本で治療を受けなければならない、韓国に帰った治療を受けられない診断書を提出したらどうにかなるわけない。それはあくまで参考。でもやっぱり日本人の基本の意見としては、あなたが何人でも関係ない、病気だったら国に帰りなさい、これは誰しもが言う意見です。これは体の障害、心の障害関係ない。外国で医療が、特に日本はそこに住んでビザさえあれば安く治療が受けられるというの、その政府の支援も出るというのは他の国よりはかなり手厚い国だ。それを狙ってきている悪い人がいっぱいいる中で、あなただけそういう意味がないと言っても、それは言うつかないと思う。そういう人が多いんだ。これからずっと日本で働いて就職してっていう話になると、それもまた別の話っていうことですか？そう、普通はやらない。そういう病気だったら、そこの国に迷惑をかけるっていう考え方は普通の日本人はしないし、そういう人は日本人は悪いけど、排除する。今日本が本当に発達障害とかすごく問題になっていて、あなたの症状を持っている人たくさんいる。だから本当にあなただけが特別って言えないし、それだったらまず自国民から守ってあげたい。お金も自国民から使ってあげたい。それはどこの国だってそうよ。日本人が行ったって、そこに行った国では自分の国をまず最初に優先して、そこから外国人。決まってるでしょ。そうなったら今日本では本当に社会問題とかしてるんだから、そんなことはちょっとまずは自分の国に帰ってどうとかしてよ。それ、お子様言って、いろんな迷惑をかけるって言ってたんですけど、他には何ですか？まずは日本に来て、日本の保険証で日本の医療費を使ってる。それが一番の迷惑じゃないか。私が保険料を払ってるっていうことも、普通の日本人に比べたら軽いから。そう、それもあるし、留学生もそれから社会問題になってるから、あなたに限らず留学生全部ね。あとはやっぱり外国の医療に参照されたようなのも迷惑だ。あとはそれであなたが病気だから理解してくださいと先生に命令するのも迷惑だ。全てが迷惑なんだ。本当にあなたのことを思っている人なので反発の意識を抱きますよ。そんなことが続くとすごく歯を食いしばって頑張ってるんだから踏んであげる、その気持ちは踏んであげる。だけど病気だから仕方ないでしょって態度を取られたら、あ、そうですかってなります。それが人情って言われるんです。